フィギュアスケートアイスダンス選手、元日本テレビアナウンサー。現在タレントフリーアナウンサーフィギュアスケート競技、解説者。1998年長野オリンピックアイスダンス、日本代表。東京都杉並区出身。青山学院中等部、高等部を経て、青山学院大学文学部教育学科卒業。大学の同期に、元プロサッカー選手の堀井だけなり。 ラグビー選手の岩渕健介らがいる。大学在学中に田中修士とペアを組み、1998年、長野オリンピックのフィギュアスケートアイスダンスの日本代表として出場し23位。1998年4月に現役引退。引退理由について、ブログではスケートを続ける資金がなくなったからとしている。1999年、日本テレビへ入社。 同期には、新谷康史、高橋祐一、山本雅美。女子アナウンサーとして、スポーツ番組、ニュース番組に出演したが、2001年の人事異動で、アナウンス部を離れスポーツ部へ移動。2002年12月に日本テレビを退社。2003年1月からカナダトロントへ留学。単語に出会いダンスを始める。日本へ帰国後、IT ベンチャー企業へ就職。 2009年10月頃まで企業広報として OL 生活を送る。2010年3月にコンサルティング会社を設立し独立する。2011年4月30日5月1日にロシアモスクワで開催される世界フィギュアスケート選手権のテレビ中継で解説者を務めることになった。当初は3月下旬に東京で開催する予定だったが、 東北地方太平洋沖地震の影響で、日程、開催国が変更となり、中継を担当する、富士テレビから、当初の人物の代役として、急遽打診を受けた。河合の公式ブログによると、実は、富士テレビの入社試験も受けていたそうで、同局を訪れるのは、その入社試験以来だという。また、前述の競技解説のほか、スケートインストラクター、 フリーアナウンサータレントの活動も行うことになった。2014年6月に乳がんが判明し、ステージ2か3の初期と診断され、8月に全摘手術。その後知り合った料理人の一般男性と2015年3月に入籍した。このことは2016年5月20日放送の t b s 系爆報ザ・フライデーでも特集された。その後、 自身の乳がん経験をもとに、がん検診啓発の一環として、講演や取材、イベント出演を積極的に行っている。2018年2月9日から2月25日の、ぴョンチャンオリンピック冬季競技大会では、JC にて、フィギュアスケートアイスダンス、ペア、団体の解説を務めた。1997から1998シーズン。ありがとうございます。